こんばんは。今日も IT 企業フラの渋谷修太会長と一緒に新潟の課題や未来について考えていきます。渋谷さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。突然ですけど渋谷さん、はい、卵はよく召し上がりますか？卵、はい、食べますね。毎朝割と卵かけご飯好きで食べます。卵かけご飯を毎朝、はいはい、私もよく卵食べるんですけれども、はい、もう本当に日本人が大好きだというデータがあるんですよ。こちらご覧ください。国際鶏卵委員会が発表した1人当たりの年間消費量で日本は世界で2番目なんです。アメリカが5番目で日本が2番目。ですから1人当たり年間で337個卵を食べているということなんですが、このデータ見てどうですか？確かに卵と和食、日本食って相性いい気がするのと、まあ、僕みたいに毎朝卵かけご飯食べる人とかいれば、はい、まあ、確かに年間300、うなずけますね。そうですよね。日本生食も、ね、浸透していますからね。卵を生で食べるという渋谷さんみたいな方たくさんいらっしゃいますからね。ただ今年の卵の消費量が大きく落ちることは確実です。理由は去年今年と全国で猛威を振るった鳥インフルエンザです。県内の養鶏場も大打撃を受けました。そこで今回のテーマはこちらです。鳥インフルエンザが発生した養鶏場のその後って動員、これ気になるところですね。気になりますね。胎内市の養鶏場の現状を取材してきました。ご覧ください。胎内市の中村浜農場です。その一角には慰霊碑が建てられていて、奥には処分されたおよそ33万羽の鶏が眠っています。何をしてても目に入るところにありますから、まあ、いろんな部分の戒めといいますか、もう 再発っていうのか、二度と起こさないっていう誓いじゃないですけど、そういうふうな決意は固く保てるのかなと思います。こう話すのは養鶏場を経営する本間雄代表です。命からもらっている生まれてきたもので我々お金に換えるわけじゃないですか。やっぱそれを殺すっていう作業は基本的に僕らの中にはないので、ここにいる従業員に基本的にそれを目の当たりさせるっていうことはどうしてもできなかった。およそ2ヶ月前この養鶏場では高病原性鳥インフルエンザが確認され、飼育していた採卵用の鶏およそ33万羽が処分されました。作業は行政と中食の一部の社員で行い、飼育を担当している従業員はその期間休ませました。走り込みも先月には養鶏場の関係者が参列し、処分された鶏の慰霊祭が行われました。慰霊祭から3週間、養鶏場では空っぽの鶏舎内を65度から150度の温水洗浄機できれいにし消毒。この作業を毎日9時間繰り返します。こちらの養鶏場は5つ鶏舎があり、1鶏舎4人から6人で対応しています。1鶏舎にあたり45日間かかるんですけども、まあ、今回に関して3月11日の発生から大体4月の10日前後で、この作業を開始しまして、およそ7万羽を飼育するため奥行きが100メートルもある大規模な鶏舎。こちらの養鶏場では2年に1回1鶏舎ごとにこうした洗浄消毒を行ってきましたが、今回は5つの鶏舎をきれいにするため急ピッチで作業が行われています。また鶏舎が稼働していないからこそできることも。ここが集卵するところなんですけど、今ああいうふうに一つ一つグリスアップですとかそういう部分でなかなか動いている状態ではできないので、チェーンの可動部分にグリスを注入し動きを滑らかにすることや、モーターの劣化を確認するなどのメンテナンスをしています。
また鳥に餌や水を与える機械もこの期間を使って入念にチェックしています。この期間を単純にできないと悲観するんではなくて、新しくまた価値を見出すための期間とも捉えて、これまでも鳥インフルエンザの対策はしてきましたが、今後もどう食い止めればいいのか、養鶏・採卵業界の試行錯誤が続いています。はい、という養鶏場の現状をご覧いただきましたが、どう感じましたでしょうか。いや本当に改めてすごい、ね、大変な問題なんだなと、せっかくこう、ね、大事に育てたのをこう処分しなきゃいけない、絶対やりたくないじゃないですか、でもやらないといけないっていうところと、まあ、その他にも、ね、たくさんやらなきゃいけないことがその後もあって、っていうのは本当大変なんだなって改めて見ましたね。そうですね、もともともう貿易作業は終わっているので今鳥を迎え入れてもいいんですけれども、中食さんはもうやっぱりピカピカな状態で鳥を迎え入れたいからということで、毎日9時間洗浄消毒をしているということなんですね。もともと鳥インフルエンザの季節、まあ、季節性鳥インフルエンザと言いますけれども、季節は一体いつなのか県に問い合わせたところ、10月上旬から5月上旬までだと言われています。主に野鳥から感染するケースが多く、対策が非常に難しいということです。中食の本間代表は、野鳥対策が必要なのではないかと、企業だけだと厳しいので行政と連携して野鳥の隠れ家をなくすこともしていかないといけないと話していました。渋谷さん、このウイルスが敵ではありますから、それと戦う、まあ、見えない敵と戦うというのは非常に難しいと思いますけれども、その対策、どう考えていらっしゃいますか。そうですね、やっぱりこれ本当に難しい問題で、どこからやってくるかわからないですと。で、最近であるとこう例えば害獣を対策するために結構そのセンサーとかテクノロジーを使ってみたいなのは出てきていたりするので、まあ、もし何かしらのこうテクノロジーでこう野鳥対策みたいなのができたら、まあ、すごいいいなと思いますし、まあ、そういった、ね、ベンチャーが必要なのかもしれないなとも思います、ね。そうですね、新たな技術でまた変わるかもしれません。そして県内だけでも去年から今年にかけて、中食さんだけじゃないんですよね、5カ所の養鶏場で鳥インフルエンザが確認されまして、合わせておよそ257万羽の鶏が処分されました。またこの鳥インフルエンザによって打撃を受けているのは養鶏業界、採卵業界だけではありません。食品業界もです。新潟市の食品加工会社にお聞きしました。この鳥インフルエンザ予想を上回る流行だったと話しています。生産もなかなか思うようにできていないようで、以前の状態に戻るには1年はかかるのではないかということです。ただし条件付きです。こちら、今年の秋以降に鳥インフルエンザが発生しなければ1年で戻るということなんですけれども、なるほど、これは先行きが見通せない状況ではあります。こういったようにさまざまな業界で影響が出ていますけれども、経済的な影響はどう考えていますでしょうか。そうですね、やっぱりこうただの卵といってもスーパーで並んでいるものをみんなイメージするとやっぱり思うんですけれども、それだけじゃなくてやっぱりこう飲食店で使っているものですとか加工して使われているものとか、本当にその卵に関する会社って実はすごいたくさんあって、まあ、そう考えるとこうインパクトが大きい問題ですよね。かなり打撃は幅広い業界の中でつながっているなと感じます。これからの中食の再建への流れを確認していきましょう。こちらです。まず国の決まりに基づいて7月に、5つすべての鶏舎に30羽ずつ鳥を入れて鳥インフルエンザがかからないかのテストを行います。それに合格しますと、1つの鶏舎ごとに生後4ヶ月の大ビナといわれる大きいヒナを7万羽入れます。で、大体生後5ヶ月には卵を産み始めますので、順調にいけば9月の初め頃に卵が生産、出荷できるということになっているんですが、テストは5鶏舎一斉に行うものの、その後実際に7万羽入れる、こちらは1鶏舎ごとですので、鳥インフルエンザ発生前の状態に戻るには1年はかかる。なるほど。この再建への流れをご覧になってどう感じますか。いや本当にそのこれだけステップがあって、それを全部やるには1年かかります。しかもその間に次の年のインフルエンザが来るかもしれない。もうすごく難しい問題ですね、やっぱりね。そうですね、ステップを踏まないといけない。ただその中でも恐怖との戦いでもあるという、今後の動向にもかなり注目が必要だと思います。